八分ギ座シグマ星は八分ギ座の構成。現在、天の南極に最も近いバイエル符号を持つ天体であるため、南極星と呼ばれることもある。縦座デルタ型の脈動変更星だが、変動幅が約0.03等級と変更範囲が極めて小さいため、眼視観測では明るさの変化はわからない。天の南極からは一度程度離れた位置にあり、 地球の再三運動に伴う移動によって1872年以降点の南極からは徐々に遠ざかっている。死等級が5.4ミリと肉眼でかろうじて見える程度の明るさしかないため、現在の北極星となっているポラリスのように転速後法には使えない。そのため、点の南極を知るには通常南十字星が使われる。ブラジル国旗中央部の拡大図7が 八分ギザシグマ星。八分ギザシグマ星は、ブラジル国旗の星図に描かれており、連邦直轄区を表すとされる。学名は、シグマオクタンティスで、シグマオクト、シグオクトなどと略記する。南のポラリスを意味する、ポラリスオーストラリスの名前はすでに18世紀から見られたが、広く使われてはいなかった。2017年9月5日、 国際天文学連合の構成の命名に関するワーキンググループは八分ギザシグマ製の固有名としてポラリス・オーストラリスを正式に承認した。ありがとうございます。